チユラジオの間違った使い方。皆さんこんばんは。テレビアニメチユ魔法の間違った使い方。さっき空き時間でつけ麺の大盛り食べたんですけど、昔だったらもうペロッといけてる量がもう苦しくてギリギリ完食しましたよ。さて、坂田翔吾です。この番組はテレビアニメチューマ4の間違った使い方の魅力を間違いのないように正しくお伝えしていくラジオ番組でございますなんですけど、チューラジオ、15回目で今回で最終回となります。わあ、皆さんね、本当に今まで聞いてくれてって感じで終わりみたいになっちゃった。これからね、最終回なんですけれども、本当にありがとうございますって感じでやっていきたいと思います。ソロ回があったり、七瀬さんは4回来ていただいたりして、4回ですよ、15回中ね、3分の1ちょっと以下ちょっと一周空いたから変な感じになってるかもしれない俺はい、そんな感じで今回最終回でやっていきたいと思います。さて、そんなチユラジオ、今回も素敵なゲストさんが来てくれております。早速お呼びしましょう。この方です。皆さんこんばんは。最近健康を記録するアプリを始めました。黒騎士フェルム役、ゆきあおいです。よろしくお願いします。お願いします。どんな感じなんですか、そのアプリ。あ、ほらほら、例のさ、あーから始まってんで終わるやつよ。カロリーとかをつけていって、はい、あと自分の運動の量とかを入れていってみたいなやつをね、やりだしたの。あれでもいいね。そうなんですか。その日の摂取しないといけないカロリーとかの分をだんだんこう消費していくんですよ。はい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 。だから逆に言うと、もっと食べていい分もわかるのよ。ああ、なんかちょっとゲームみたいですね。そうそうそう、面白くてさ、あとなんか、はいはい、あ、今ビタミンこれ足りないか、これ食べようみたいなのとかが、そんなのもあるんですね。出るのが面白くて、もう自分の体をゲームのように食事してる今。じゃあもう健康にどんどんなってってるんですか。やばいよね。なんかそれはそれでちょっとさ、はい、ちょっと年を取ったなという気持ち。いや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 。年取ると健康の話しがちじゃないですか確かになんか現場とかで健康の話になる時多いですねそうなのよね。先輩たち、より先輩たちはさ、もっとそうじゃ ん、 なんか、はいはいはい、やれどのサプリがいいみたいな話をし、酒飲むの控えるようにしてんだねってみたいな健康診断行ったらさみたいな話みんなするじゃないですかそうですね。そう、あれに少しずつ近づいてきてるなと思うし、あそこに入れると思うというか、年を重ねることも楽しみですね、うんうんうん、ですねありがとうございます。お後がよろしいどうぞどうぞ、はい、ということで、はい、長らく謎のベールに包まれていた黒騎士役の結城葵さんが来てくださいました。イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。いというわけでね、もう黒騎士のねことについてどんどん深掘りしていきたいと思いますので、はい、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。語りたい。はい、ここでお知らせです。グッズメーカーカピバラより新規書き下ろしイラストを使用したグッズ化企画が進行中、うん、X で公開しているイラストにはスズネ、アマコ、フェルムの姿が、うん、どんなグッズになるのかわからないんですけども、続報をお楽しみにということで。いや、これね、イラスト原画がちょっと実は見えてるんですけど、うんうんうん、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんですよ。そして実はうちらもちょっと色のついてるやつも見せてもらった。さっき見せてもらってそうなんですよ。可愛い。これフィルムがやっぱもうヒロイン、この今乗ってるイラストでも真ん中にフェルムがいますからね。おや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 、どうやら皆さんツンデレがお好みなようでちょろいツンデレがお好みなようではい、でも私もフェルムはね、可愛いと思ってやってるしなんかね、可愛いおべべ着せてもろてよかったねっていう気持ちに。いや、本当にそうですよ。ずっと甲冑な可能性、甲冑のあの可能性もありますからね。そうだよ、グッズで。そうだよはい、ということで皆さんお楽しみに。それでは始めていきましょう。チユラジオの間違った使い方スタート。この番組はチユ魔法の間違った使い方制作委員会の提供でお送りします。チユラジオの間違った使い方。それでは早速チユ魔法の間違った使い方についてゆうきさんにお話を伺っていきたいと思います。イエイ。ということで黒騎士なんですけれども、はい、黒騎士はオーディションだったんですか。うん、オーディションでした。しかもなんかもう黒騎士を受けてくださいっていう風に振っていただいたんじゃなかったかな。なるほど。って感じでしたね。でもそれこそキャラデがやっぱり、はい、騎士の方から最初にインパクト強いじゃないですか。あっちから入ってきてるから、え、
確かにそっかみたいな、まあ、ちょっとフェルムもいたんだけどね、はいはいはい、そうだからそっかみたいな、これはでもどっちに寄せるかですよねみたいな話にもなりつつ、うん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 、ちょっと受けたオーディションだったんですけど、はい、いやでも、まあ、オーディションの段階から、はい、これが脱げてこれになるぞみたいなその絵の、ね、あのこう説明はあるから、はいはいはい、だからあなるほどと、これは脱げた時のなんかこうカタルシスと言いますかはい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 、なんかこのギャップがやっぱ良いんだろうなと思ったんですよ、うんうんうん、最強だったものがっていう、うん、そのなんかストーリーにきっとみんなグッとくるやつだと思って受けたオーディションをさすがでございます。そうなれそうなれ、その良さは私もわかると思って受けましたねいやさすがですね、それでもうバチッと決まってるわけですから、ね、よかった。なんかあのなんて言うんですかね、作ってる皆さんと、はい、あの私の壁がこう重なった瞬間確かにそういうやっぱねあの気をのしていただき方すると嬉しいですね。いやすごいですね、そのやプロとしてその観点からも突き詰めていくみたいなのが。いやでもやっぱさ、なんかこうそれこそ後半に出てくるキャラじゃないですか、はい、だから可愛いをその瞬間に詰め込まないと、うん、ちょっとヒロイン枠には入れないぞとなるほど思ったけど、でも絶対この子は可愛いからみたいなのもなんか勝手にねオーディションの段階から、いやでも私この子一番人気のヒロインにしたいみたいな気持ちで受けちゃってたよね。もうねすごい勝手にすごい気に入ってて、もう可愛いフェルムみんな大好きですよフェルムは。この子の可愛さが伝われと思って勝手にオーディションを受けてましたすごい、もう制作陣にも伝わって放映されてもファンの皆さんにも伝わって、なんかすごいさ、はい、なんか人気あるんでしょ。いや嬉しい、もうそうですよやった、僕も一番好きですからね今。やったやったええ嘘といいんですか、数々のヒロインがいる中で。いやあの12話13話の下りで全部持ってかれましたね僕はって話もねやりたいと思います後で、うんうん、はい。それですね、うん、あのテープの時と収録の時とかで演じ方とか変えたりしたんですか、うん、いやでもなんか逆にやっぱテープの時の印象で撮っていただいてると思うから、うんうんうん、オーディションのね段階で撮っていただいてると思うから、そのイメージを持っていって、で、はい、まあ現場で微調整かなみたいな感じだったけど、テープでやってたよりもその黒騎士モードの時にもっと生意気にしてくれって言われて、おそのちょっと鬱陶しいぐらい挑発してくださいみたいな、煽ってくれみたいなのは言われてたから、もうアミラちゃんとかかわいそうってね、かわいそうでしたね、部下のはずなのに。そうもう本当にねすぐつけ上がるからまあそこもなんか後半とのギャップありますよね。そうなの、やっぱ後半にちょっとかわいそうな目にあった時の、うんうんうん、そのでもやりすぎてたもんねってそこも含めてもうどんどんあのちょっと意地悪にしていいですっていうふうに言われてたので、まあ生意気に生意気に、うんうん、ギャフンと言った時がより可愛いようにの積み上げをね、あのもろくもろく作っていくっていうふうに、そうテープよりよりだから煽り芝居が派手に入ってます。そうだったんですね、うん、黒騎士の自分が出たシーンで印象的なシーンって、うん、どうかな、どれでしょうね。まあでもやっぱ正体暴かれちゃうとこかなと思うんですよ。黒騎士って言っていいかフェルムって言っていいか分かんないけど、うんうんうん、あのやっぱ崩れるところがやっぱいいじゃないですか、はい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 、プライドの高いキャラクターのプライドが折れる瞬間っていうのはもうある種のやっぱこう見せ場だから確かに。そうあとなんかなんていうんですか、ちょっとなんかそう中身が女の子だったみたいなことも含めてなんかドキッとするというか、別に何が見えたわけでもないんだけど、はい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 、なんかあの鎧が見えちゃった、中身が柔らかいものだったみたいなのが分かった瞬間のドキが私自身にもあって、うんうんうん、だそこはねあのやっぱ印象的ですね。じゃあ11話のバトル、うん、そうですね、頂上決戦バトルみたいな、そう、ね、そう、あそこ、まあ、全然戦ってないというか全然歯が立たないんだけどねなんでだなんでだって言い続けてもう完全に相性の問題でしたよねあれでは。そうね、タイプ相性が悪かったんで4倍弱点でしたね4倍弱点だったねなるほどな、確かに。いや僕だからあのフェルムがこう鎧が剥げたじゃないですか、うん、あのパンチバトルやった時に、うんうん、薄着と思ってそうなんだよ、ね、あれちょっとドキドキしますよねやっぱりね、絶対領域があるぞみたいな見えていいんですかそんなみたいなそうなんですよ思ってたけど、あの X のあのなんていうんでしょう、実況ツイートには載せないようにしました、うんうん、薄着薄着って
ちょっと配慮して確かにあの本当のことなんだけど、そう言っていいことと悪いことってあるよね。そうです文字に残していいかどうかってある。でも大丈夫だよ、ちゃんとみんなは薄着って思ってたと思う。確かに心は一つだった。そうアーミラといい、そのフェルムの脱げた時のあの服といい、うん、なんかこう魔王軍の服のデザイナーはすごいですね。そう魔王軍のね、そのお張り子さんってどうなってんだろうね。どうなってんでしょうね。そういう文化なのかな。あかもしんないですね。なんか、ま、魔力のなんか、うんうんうん、あのなんか ね浸透みたいなものがあるし、薄着の方がみたいな、なんかこうボディスーツみたいな方が動きやすいよね、通しやすいみたいなとこがあるのかもしれないですね。あとほら使ってる素材もさ、なんかもしかしたら違うかもしれないし、うんうん、そうですね、そうですね、そういう方が造形しやすいとかなのかもね。はい、かもしれません。そうだよ、そうだよ、そうだよそうだよそうだよグッジョブということで、そして、バトルであの捕虜になったフェルムが、はい、ローズからの2択でママ人コース決定しましたね。はい、2択ってかそこしか選べないんだって。そうなんですよね全然もうあの殺せって感じだったのに全然選択肢ない選択肢ないし、あの煽られたら普通に折れるっていうそうなんですよ。強かったからさ、より強く出られることなかったんですよ、うんうん、フェルムはね。確かに。そうだからね、あの自分が脅されることに弱い今までいなかった状況だからよりビクビクしちゃうって感じですかね。想定はねしてたんだろうけど、うんうん、でも想像より怖かったんだろうね、ローズさんねローズさんは仕方ない、ローズさんが怖いローズさんかっこよすぎるからな。いやそうなんですよ、もうなんて言うでしょう、圧力みたいなものをやっぱ感じますね。僕も隣でお芝居させていただいたりしちゃった時だって、田中敦子さんの音圧で脅されたらもうあいやなんだろうな、でもなんか屈服することも幸福みたいなとこあるから。あ確かに、ありがとうございます。声優人生で一度は屈服させられたい声だった確かに、そう嬉しかったご本人すっごい穏やかで優しい方だった。そうなんですよね本当にあのバナナの筆箱を使われてて現場でそうなの、なんかたまに現場に忘れ物とかしちゃって、忘れ物しちゃったって取りに来たりとかしてて、うんうん、かわいいそうどこからあの腹の声が出てるんだろう。すごいですよねさすがもうデイ先輩って感じでした。いやーデイ先輩かっけーなー、かっけーっすね。いや嬉しかった、屈服できてというわけで、うん、はい、ここからはチーマ法の間違った使い方13話の感想を話していきたいと思います。はい、というわけで13話は、最初にまずあの、まあ、12話の最後ラストから、うんうん、アマコが母を助けてっていうシーンから始まりまして、うん、なんかこう鈴音さんが割り込んでくるみたいな、いや鈴音さんずっと割り込んでくる なんだろうね、でもなんかホッとするそうっすね、そうっすね、なんかこうシリアスなシーンかと思いきやちょっとあの穏やかにしてくれるみたいなとこありますね。鈴音さん出てくるのはやっぱなんかいいよねまあこの、治癒魔法のなんて言うんでしょう、ちょっとその穏やか装置みたいなとこありますね。そう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 、なんかそのなんか日常パートというかそのギャグパートか、ギャグパートにちゃんなんかどこでもなれるっていうだからこそなんか鈴音さんのピンチは怖くなるっていう。いやそうです、そうでしたね。そうなんだよね、本当に11話申し訳なかった。いや何私が言うとんねん全然全然そんな、はい、フェルムですけれども救命団の訓練を受けるという。そうなんです、一生走らされる、とりあえず一生走らされる、もうわけわかんないって言いながらねなんか現代っ子感あってよかったですねいやよかったですね確かにすぐ弱音そうすぐ弱音吐くし、もうなんか肉体的なそういう頑張りみたいなことに価値を感じてないから、はいはい、魔法で何でもできちゃうからね、そうだからそう、それをね封じられたらああよすごいああよなんだこれ本当になんか構成されてるなみたいな感じありますねそうなんですよ、健康的な精神は。でもなんかいいなって思ったのが、割とそのなんかダメダメでそのへーへーってなりながらついてきてるフェルムのことをみんな対等で平等に扱ってるというか、確かに頑張んないと大変だよみたいなあの感じで扱われてるのが、今まで特別扱いされてたからこそみたいな、こそだし、あとやっぱ周りの人たちもしんどいのを乗り越えてきてるから、なんかこうなんだろうな、だからといってその後から入ってきた確実に敵だった彼女のことをどうも見ないというかみたいなのも含めて、なんかあ
フェルムにはいい環境だねっていう気持ちでもありますね。こうでもないと、まあ、治らない根性でしょうしね確かに。いやなんかみんな器広いですよね、あの救命団の5人マジでそう思う、あの男子たちマジでそう思うよはい、そんな中で またアマコのお話になりまして、はい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 、予知をウサトに見せた理由は、うんうん、このままだと勇者が死んでこの国が滅びていたからでした、うんうん、はい、予知は1年前から見えていて、ずっと目を覚まさない母を治せるチーマ法使いを探すため、うん、獣人の国からはるばるやってきていましたと、うんうんうん、いやアマコにももうなんかストーリーがもうしっかりあって、そうだよ、すごくない？13話でその話やるって確かに13話で話広げてくるもうこれから始まるのかなって思っちゃいますけど、そうだよ、ここからもういろんな楽しいこと待ってるんだからって思っちゃうからはい、ちなみにウルルたちにお願いしなかったのはウルルたち、うんうん、オルガが戦えないため、うんうん、まあ、ローズさんは、まあ、国を、離れられないから多分予知で断られる未来が見えていたためでした。そしてあの書状渡しの旅というものを、うん、そのついでに、獣人の国に行けないかという計画を立てるため、うん、ローズに報告することに、はい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 、はい、ここからも旅が出ましたね、始まりそう、旅立つなよ、うん、旅立つなよ、そうフェルムね、そこでね一緒に行こうとしちゃうのがね、しちゃうんだよ、可愛いんすよね、もうどうにかこうにか自分のそのなんかあのウサトへあの向いちゃった何かを、うんうんうん、あの理由付けながらどうにかついてこ、うんうん、フェルムは、うん、ウサトのことをどう思ってるんですか、うん、まあ好きなんでしょういやなんかいいんだよね私はそう思ってましたけどそうですよね、なんかそのあ、でも自覚をすげえしてない、してないと思う、あ、そうか、今まで初めての感情に戸惑っているみたいな、そう、なんかそもそも他人に好意を抱くみたいなこと自体がなかったし、うんうんうん、まあなんかあのなんだろうな、平服して従わせるみたいなことはあったとしても、はいはいはい、でもなんか割と孤高だったし、うんうんうん、みたいなのも含めてなんかこうわちゃわちゃみんなと慣れ合うことがまずうんうん、うん、ないプラスでなんかあのやっぱ面倒見っていうか、うん、本当に下心ゼロでうさとってくるから、そうですね、多分それ自体に対してのなんかハワワが絶対あるというか、あとでちょろいんだよねこの子、ちょろいっすねちょろいんだよこの子、もう注魔法をかけた段階で、そうなの、あのおおっていうなんでその助けてなんでダメなんで、でもそれだけで頭がいっぱいになっちゃうから分かんない、あの突き詰めたらそれはもしかしたら淡い恋心かもねと私は思ったけど、ま、本人はそうはまだ持ってないんじゃなかろうかと思っていますかね、ま、どう転んでもうさとからするとなんとなくなんかいと生意気ないとこみたいなイメージで接してた気がします、僕の演技プラン的にはよかった、なんか患者の一人ぐらいかと思ってた全然患者の一人かな、元は敵だったけどみたいな、なんかでもなんかその誰でもね、そのなんだろうな、あの命を救うというか、うんうん、みたいなところも含めてなんかお医者さん感というかね、ありますよね、 ありますね、そういやでもさ結局さ、はい、あのこう自分の命の危機みたいな時に、うんうん、あの助けられるわけじゃないですか、絶対的な力を持って、そうですね、それはさやっぱさキュンポイントにはどうしてもなっちゃうよね、うん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 、なんかよく聞く話でさ、はい、あの救急隊の人に助けられると救急隊のすごいかっこよく見えちゃうみたいな、あとかなんかすっごい具合悪い時にあの来る看護師さんがすごい素敵に見えちゃうとか、確かにそういう話にちょっと近い気がしてて、あーなるほどなるほどなるほどな、うさとの良さそのやっぱ自分の命の危機に救ってくれる人っていうのって、うんうん、やっぱあもう強力なバフがかかりますよね、うん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 なるほどな、うん、いやありがとうございます、なんかフェルムのことをいっぱい知れて僕嬉しい、なんかフェルムがそこまで考えてるかわかんないでもきっとフェルムはあのなんだろうな、こう明らかに今までとは違う心の動きを自分で自覚しちゃったよね、はいはい、いやなんか本当に名前を呼ぶ下りとかもそうだよ可愛いなと思いながら、そうウサトはウサト、ウサトって思いながら全然もうちょっとちっとも相手にしてくれない、そうなんですよ、あの釣れない名前何、フェルム、あ、そっか、あそブロリーってそうなんだよ、せっかく言ったのにそう
そう、あの感じ、あのうさともね僕好きですね。あのなんか何も色恋沙汰を気にしない感じ。やっぱ主人公はそうじゃないと、うんうん、だって全員のベクトルが向くんだからさ。そうですね、やっぱさ、いなさねえとある程度鈴音さんのことも多分何って言った何なの鈴音さんとしか多分思ってない。わかんねえな、それどころじゃねえんだけどなっていう。そんな感じの13話でございまして、もうラストですよ。はあ、あの BGM とかでやっぱ、うん、グリーンジェイドがかかってる中で、うんうんうん、期待してるぞウサトっつって、うん、ロスさんが言って、やっぱり師匠として尊敬してるんだってとこがあって、はい、そこから旅立ちですよ、馬車に乗って。もう僕あんなこう王道なナレーションを読むと思わなくて、ね、なんかすげえなんか楽しくなっちゃいましたもんね。あそこなんか嬉しくて感慨深くなりました。本当だよね、一度はやってみたいシリーズだよね。やってみたい、そうそうそう、あの馬車に揺られながら思いを馳せるのであった、デーデンって言ったの10魔法の間違った使い方デデンって出る。すごいタイトル。そう、あれ見てて気持ちよかったですね本当に。 いいよね、はい、そういうのやっぱね、こういうの待ってたのよってなる。なんか来てほしいところに来てほしいものがあるってやっぱいいのよ、うんうんうん、なんか本当に爽やかな始まりを感じさせる。そうだよね、でも最終回そうなんです。旅立ちっていう最終回憎いね。いやいいなんかもう広がりを感じられますもんね。いいね。それであのコミックとかで先に出てくるキャラクターのワンカットとかがアニメの最後の方で描かれました。あ、あれもやっぱりもう原作ファンからするとエモいわけね。エモーショナルですよ絶対に。いやすごいですね、アニメ版腕ありますね。いやすごいですね。ありがとうございます。ワクワクさせてくれるね。はい、ということでそんな、最終回でございました。それではここからは皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。はい、ペンネームみやちんさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。坂所くん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんは。坂所くん、なんかあだ名僕がくんってつけると多分坂所くんって言っちゃうんですけど、坂所って大体なんか呼んでいただくことが最近多くなりました。坂田翔吾氏。あ、なるほど、なるほど。そうですそうです。キュッてしてみたいな。なるほどなるほど、はい。黒騎士が想像以上の可愛い女の子でびっくりしました。うさとの優しさに触れたせいか、黒騎士だったのが嘘だったのではと思うくらい、フェルムちゃんうさと大好きでしょって思いました。しかもツンデレ属性、スズメさんヒロイン説を推してきた私ですが、あれここに来てフェルムちゃんがヒロインの座を奪っていきました。あれ申し訳ないですね。申し訳ないですね。またうさととフェルムちゃんのやり取りが見たいので2期を期待しています。本当だよ、本当だよ本当だよ。いやーやまだ来たばっかり。いや本当ですよ。いやマジでもっと喋っていただきたいフェルムには。そうなんですよ。いやでもやっぱ中身出てからが勝負だから、もう短期決戦じゃないですか、うん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 、もうねもうなんかもうやれること全部やれみたいな感じの芝居プランでした。よかった、最高でした。あのなんて言うんでしょう、声が小さくなっていくやつとか。あ、そうなの、大好きと思いながら。そうなの、なんかギャグ的なところもありつつ、そのいわゆるラブコメ的な、なんかもうニョ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 ってこうなるやつとかもね。いやー可愛いんですよね。なんか変な話なんだけどさ、競技そういうことやらせてもらえなかったから、久しぶりにそういうのやって、はい、めっちゃ楽しかったんだよね。よかった。なんか可愛いモリモリでいいんだみたいな、はい、いくぞみたいな。あとなんかフェルム自体も、はい、そのなんかこうなんて言うんだろうな、やりすぎてもくどくならないキャラクターというか、彼女の立て付けもすごく演じやすいキャラクターでっていうのもあってね、すごいもうてんこ盛りにしちゃったよね。ふう、み、あ、拍手し嬉しい、ありがとうございます。よかった、みんな、あ、ヒロインフェルムをよろしくお願いします。すみません出過ぎました。もうメインヒロインかもしれない。出過ぎました、すみません。ペンネームヨシムーさんよりいただきました。ありがとうございます。坂田さん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんは。アニメ最終回見ました。友達のように接してくれるウサトに心が惹かれていくフェルム、頬をあからめる姿、旅に出るウサトを心配する姿と、フェルムのデレがとても可愛かったですね。やっと自分の名前を呼んでくれたウサトに対してベーっとする姿は特に可愛かったです。YouTube にアップされている最終話直前トーク番組にて、坂田さんは好きなキャラはフェルムと言っていましたが、確かにこの可愛いデレを見たら好きになりますね。そして、書状私の旅に出るウサトに対して期待してるぞと声をかけるローズさん、あのシーンはエンディング曲も相まって思わず涙が出てきました。いよいよ旅が始まるといいところで終わってしまいましたね。泣き、アニメでウサトたちの旅が描かれるのを待っています。
2期死亡ですよ。いやそうだよ、これは2期をやってくれないと。いだってあんなかっこいいエンディングね、楽しい、ワクワクしちゃうから。いや本当にワクワクしちゃうから。いやぜひぜひです。いや確か僕最終話直前トークって、いつ撮ったんだっけ、マジで半年前くらいに撮ったんですよ。それでいてそのトークの部分を最初に撮って、その後にあの筋トレをするみたいな YouTube を撮ったんですよ。そうなんです、あのトレーニングしよう、健康だもんね。そう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 なんです、そうなんです。だからで、あ俺あの半年前も同じこと言ってると思って。あれ変わらずに。そうなんそうなんです、変わらずにいるの。そうなんだよ、すぐベーとかするからな。可愛いんですよね、なんか仕草がやっぱちょっと幼さが含まれてるというか、そうなんだよね、そこも可愛いですね。なんかその可愛いっていうなんかベクトルもなんか不正というか少し不正を感じるというか。なるほどね、そう確かに守りたいなみたいな。あ、ベーしてますね、この笑顔。そうなんだよな、なかなか笑ってはくれないんですけど、でも表情豊かにですね、すごいね。わちゃわちゃずっとしてて、はい。今ねちょうどあのスタッフさんがあの B のところを見せてくださってるんですけど、ここ可愛いよね。可愛いですね、もうずっと見ちゃいますね。あの限界の出れだから、これが。あ、限界なんすね、これ彼女の限界の出れなんで。わ、頑張った、可愛い。頑張った、可愛い。恥ずかしいがねマックスまで来ちゃった。あ、いっぱいいっぱいになっちゃったからね。あ、それがもう口から出ちゃった。はい、ということで皆さん今までたくさんのメールをありがとうございました。自由ラジオの間違った使い方、丸々の間違った使い方、イエーイイエーイ。作品タイトルの注魔法の間違った使い方に習い、リスナーの皆さんから世の中にある様々なものを本来の使用用途ではないけど自分はこう使っているというメールを募集し、僕たちの知らなかった意外な使い方を紹介しているコーナーです。ということでゆきさんは本来の用途とは違うかもしれないけどという意外な使い方をしているものって何かあったりしますか？なんかうちの猫が、はい、うち猫飼ってるんですけど、はい、猫が寝てるとつい枕にしてみたくなるよね。あ、実際されたらあのふわぐらいの段階で猫が刺してスーって移動する。そうですよね、スーって移動してあの違う位置にこう首の横とかに来る。かわいい。え、めちゃめちゃ懐いてるじゃないですか。そういや、もううちの長いですかね、13歳4歳。そうなんですね、あうんの呼吸になり始めてきてるけど、なんかいつかいつかちょっとだけ、いや全部乗せたらね人間の頭重たいから、そうですね、そーっとやでーと思うけど猫の方がダメやでーと。たまらんすね、その釣れない感じが。そうなんだよ、あのなんていうのかな、でも怒ったりもしないの、あの制止もしないんだけど、あのそっと避けるって向こうのが大人。いやー、ね、僕も去年の11月ぐらいから飼い始めて、あーこれは黒猫ちゃんなんですけど、だいぶ甘えん坊みたいで、隣の部屋にいるとめめ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 とこう遊べ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 って、すげー泣くんですよ。やばいじゃんよ。でも意外あのなんか普通嫌がるだろうみたいなとこ触ってみても意外と嫌がんなかったりして、何もかもが許されている。そう、不思議なんですよね。いいね。ただ抱っこは嫌いみたいな。あ、でも確かに抱っこ嫌いな子多いね。お腹、うんうん、お腹嫌がらないんですよあんまり。え、嘘でしょ。そうなんですよ、お腹こうってやったりあのもみもみしたりするんですけど、なんかゴローンって横にあって、え、触れみたいな感じなのかみたいな。あ、いいんだ。たまに嫌な時は足でペッペッてしてくるんですけど。ものすごい猫に似た犬じゃない、大丈夫。そう、保護猫カフェに犬がいた。だけどものすごい猫に似ただけで実は犬みたいな。いや、どうなんでしょうね、可能性ありますね。あ、そうだ、いや可愛いよ、ね、コーナーだった。はいはい、はい、猫の話しちゃった、ついっペンネームゆうじさんよりいただきました、ありがとうございます。坂田さん、ゆうきさん、こんばんは。わ我が家ではコンクリートブロックを縦置きしたものを傘立てとして使っています、うん、あ、はい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 、縦長の傘立てだと風で倒れやすかったですが、うんうん、コンクリートに変えてからは吹き飛ばないですし乾くのも早いので便利です。確かに、そうか、乾くのが早いんだ。うん、そうなんですね。あのコンクリートブロックって、まあ、水はけよく作んないとね、塀とか腐っちゃうもんね。はい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 。あ、賢い。いいですね。でもなんか確かにさ、それを利用してちょっとおしゃれに加工したやつとか売ってるよね。あー、なんかありそう。ちょっといい感じのさ、表参道の家具屋とかに売ってるよね。行ったことないけど。そうなのか。か、え、文字
入れたやつとか。あ、そうそうそう、文字入ってるやつ、そう、あのなんていうんですか、壁面っていうんですか、へ、側面か、側面におしゃれですね、うん、なんかちょっと武骨なおしゃれさみたいなことなんですかね。そうそうそう、あのほらコンクリートの打ちっぱなしのカフェがかっこいいみたいな、はい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 、あの部類よ。なるほど。なんか今コンクリートブロックで思い出したんですけど、え、うん、僕、よく実家の地元のじいちゃん家行った時にコンクリートブロックでなんかあれかまどみたいなの作って焚き火してました。あ、でも確かにやってるかも。あ、なんかあれすごく組みやすくて。そうだよね、なんかありますよね、 YouTube でピザ窯とかそれで作るやつある。見ちゃう、あれ見ちゃう。見ちゃう、いいんだよな。コンクリートブロックの可能性は無限大ということで。次のメールでいきます。はい。ペンネームクラウチングフィーチャリング脂肪激落ちさんからいただきました。ありがとうございます。んですよね。何さんとお呼びすればいいんだ。確かにクラウチングさんでいいか。クラ、はい、クーさん、クーさん、激落ちくんを手のひらに固定し、毎朝のバービージャンプの緩衝材に使っています。あの軍隊トレーニングとかできるのかな。あ、はいはい、あ、パーンってやって腕立て伏せの、腕立て伏せやってジャンプして、はい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 、また腕立て伏せやるみたいな。はい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 。で、それ仕上げに手に固定した激落ちくんで部屋の隅を2周してシャワーを浴びるサイクルが日課なのですが、仕上げをすると部屋が綺麗になりますよっていう、なんかあれ不思議な人ですねこの人。あの、ま、いやなんかさ、うん、想像しちゃったじゃん、うんうん、今もう手のひらにスポンジを2個つけて、はい、ドンパンバンザイみたいなのをやった後に四つ足で部屋をシャカ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 。いや、あの、なんだろうな、いやごめんね、あの本当に、はい、本当に申し訳ない、あのちょ言葉が良くないかもしれない、はいはい、そういう類の妖怪みたい。いや本当に面白いですね。ちょっと妖怪かも。走り回るんですもんねきっと、あの手を地面につけて。いやでも、はい、言われてみればさ、そのなんかバンって手をつくって思ったら、はいはい、あのなんだろうな、マット割と広くないと痛いって思うと、絶対手にマットがついてればいいっていうのは頭いいね。どう固定してんすかね、でもガム手と、いやガム手じゃ拭けなくなっちゃいますもんね。そうだよね、不思議だな。あ、穴開けるんじゃない、5本に指をこうズバって。こう指こ 5個こう穴開けといて、はいはい、そこにこう、あ、4本かな、開けといてこうズボって入れて、はいはいはい、こういけば、すげえ量の激落ちくん使いません。そう、でっかい激落ち。売ってるじゃん、激落ちくんって業務用だとさ、カットして使えるようになってるでかいじゃん、はい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 、あれをつけてるんじゃない。ま、よりちょっと妖怪度が増しちゃったかも。そうですね、妖怪激落ちくんですね。ありがとうございます、クラウチングさん。はい、ということで、今回はここまで。そしてこのコーナーも今回で最後となります。たくさんの間違った使い方をありがとうございました。以上、〇〇の間違った使い方でした。自由ラジオの間違った使い方。それでは自由ラジオを盛り上げていくコーナーをもう一つやっていきましょう。こちらです、自由ラジ救命ライン募集。ウサとそしてフェルムも下っ端として訓練に励む救命団に習い、番組でも自由ラジ救命団を結成。リスナーの皆さんから負けず嫌い、うん、根性、うん、努力、納金自慢を募集し、うん、チウラジ救命団に入れるか判定していくコーナーです、うんうんうん、ちなみに団員になるとチウラジオ公式サイトにラジオネームが掲載され、温泉の番組ページから団員認定証をダウンロードすることができます。いいね。そうなんです、うん、これでもう家に飾っておけば。そうだよ、チウラジ救命団員です私はっていう、もう資格になるんでね、うん、皆さん、振るってご応募くださいって最終回だと。あ、それでは早速紹介していきましょう。ういペンネームスザクさんよりいただきました。ありがとうございま す。中学生の頃、某アニメのアンキパンに憧れて食パンにチョコペンで計算式を書いて食べてからテストを受けたことがあります。明らかに書いている時間を勉強に当てた方が結果が良かった気がします。朝に一気に8枚切りを5枚、しかもチョコ付きで食べたので血糖値爆上がりでめちゃくちゃ眠かったです。アホだな、アホだな。本当にシラク君はバカだな。
ジャック君いいね。でもね、若さを感じる ね、 いいね。そう、中学生ですからね。そうだよね。よし、じゃあ採用不採用で、判定していきたいと思います、はい、いきます。せーの、採用。おいや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 、 いやいやいや、え、そんな、そんな誰でも入れるんですかこのコーナーは。やべそんな誰でも入れるんですか。よし、じゃあ、え、今やフェルムも所属してますからね。そうですね。そうですよ、フェルムはそんなに甘く確かに入れませんよ。そっかいや、だってさ、うんうん、だって負けず嫌い、根性、努力、納金のどれでもないんだもん確かにすごくない。確かに納金の悪い部分を引っ張ったら見ただけでそうだよ、あの筋力で、そう、ただパン食べてる人今スタッフさんからやばいそっか、あのちょっと俺もそこに気づかなかったかもしれない。ちょっとおも面白さに目がいってしまっておい、うさと、まあ確かにいたら盛り上がるけどね、うん、こういうタイプは友達になったら一番楽しいけど、ね、確かに居酒屋でもう5回ぐらい多分こすってるでしょうね。あ、最高だなじゃあ不採用ということでさ、すいません、最終回ですけど残念だったな続きまして、ペンネームダンス山本さんよりいただきましたありがとうございます。なんか芸人みたい皆さんこんばんは。こんばんは。皆さん、居酒屋でとりあえず生ビールを乾杯する機会ってありますよね、うんうん、自分は今年だけでその乾杯の瞬間にグラスが真っ二つに割れたことが2回ありますえ、別に力強く乾杯をしたつもりはないのですが、2回とも綺麗に割れているので、もしかしたら何かピンポイントで弱点をつぐそんな力が備わっているかもしれませんで終わってます。なるほどね。すご、すご、触れたものを全て壊してしまう。そうこんな力が欲しかったリアル、リアル、でもすごいですね。別に力強くやったわけじゃない、やったわけじゃないけどいや、一回採用不採用しよう。いや、しますか、はい、いきます、はい、じゃあそれではせーので判定していきます。せーの、採用。不採用、不採用です。物を壊してるから。確かに物壊してるだけのエピソード。物壊してるエピソード、どれにも当てはまってないから今んとこ。確かに本人でもあの供述ありますもんね。別に力強く乾杯をしたつもりはないのですが、うん、ただもしかしたらすっごい怪力なのかもしれない。そうか、自分でも気づかないウルトラパワーが。一瞬思ったよ、一瞬思った、この人がいたらもしかしたら、はいはい、あのこう握手した相手をそのままみたいなこととかそう、ハグした相手をそのままみたいなことがワンチャンあるのかってすごい思ったけど。確かに。いやでも厳しいよ、フェルムは厳しいから。あ、確かに、うん、これであのメールが片言だったらあの採用してたかもしれないおで別におで別に力を入れてねえんだからだったら採用だったかもしれない。いや、うん、そんなにそんなに簡単に出れてやらないんだからなやらないんだからな。ラジオではあの力強めのツンデレでそうそう、ちょろくないちょろくない感じで、はい、というわけで残念だでしたね、ダンス山本さん不採用でということで紹介はここまでとなります。そしてこのコーナーも今回で最後となります、うん、延べ今までに14人所属していただきました。おー、ありがたいですね。待って、はい、このラジオが15回って言いました。はい、でだいたい半分隔週でコーナーやってて、あ、隔週でコーナーやってて14人入ってるんですか。そうなんです。え、今回初めて不採用出ましたおいガバガバかそれはそうえ、じゃあ2人とも採用でいいよじゃあ16人だ16人になりました。よかったっすね。あぶねー、聞いといてよかった。温情っすよゆうきさんの別に好きなわけじゃないんだからかわいいないんだからなありがとうございますということで、チューラジ救命団に認定された皆さん、この先もチューラジ救命団の一員だという気持ちを忘れずに胸を張って生きてください以上、チューラジ救命団員募集でした。治癒告知。ここからは治癒魔法の間違った使い方に関する情報を低周波マッサージを受けながら空気椅子を維持し自分を治癒してお伝えしていきます。なんでなんで初回ゲストの確かになんでではですね、今回、モードと強さはとりあえず10で、空気椅子をやって、告知していきたいと思います。よし、
頑張れ、はい、まずは配信情報です。テレビアニメ中魔法の間違った使い方は、うわぁ嘘だろうつける場所変えるだけでこんなちょっとやばいかも、ちょっとやばいかも、先生先生ちょっとやばいかもまあいいや、まあいいや、よし、はい、テレビアニメ中魔法の間違った使い方はアベマ、D アニメスターをはじめ各配信サイトで好評配信中です。詳細はアニメ公式サイトをチェックお願いします。続いてブルーレイボックス、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ今までつける場所間違えてたんですね聞くねー、これ聞きますね、え、これやばいやばい、すごい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 、これマジでやばいかも、6ならまあすごい、そんな坂田くんが小型恐竜みたいになってアベマ D アニメストをはじめ各配信サイトで好評配信中です。詳細は、アニメ公式サイトをチェックお願いします。続いてブルーレイボックス情報です。テレビアニメ中魔法の間違った使い方のブルーレイボックスが4月24日に発売されます。全13話と映像特典を1枚に収録した一気見仕様のブルーレイになっています。ブルーレイは原作者黒方先生書き下ろしノベル、各話を振り返るキャラトークほか、掲載ブックレット、キャラクター原案、刑事先生書き下ろしイラスト、発信用アウターケース、オリジナルサウンドトラック、ダウンロードカード、ノンテロップオープニング、エンディング、PV、CM 映像など特典も盛りだくさんです。その他店舗別とちょっと空気椅子がきつかった。かわいそう。いや違う、いいよ、えらい。この時ぐらいしか体をきっと動かさないんで僕、その他店舗別特典や早期予約特典もありますので、ぜひお早めに予約してください。そして前回お知らせした、クジクリフさんのグッズがこちらにございます。そんな、もうグッズ、あ、もう、すごいすごい、ものすごく大きい、あのめちゃくちゃ絶対使いやすい、そうですね、ゲーミングにも対応してるマウスパッドって感じですね。マウスパッドですね、僕の片腕くらいの大きさがありますね。そうだよ、すごいね、大きいね。そして、うん、ね、いろいろありますよ。いろいろありますね。うん、頑張れ、ガチャガチャすごいすごいこのこれが効いてる、アクリルキーホルダーがねあって、この音聞いたらわかると思うんですけどあの筋肉の躍動がわかるです。これ面白いのが、黒騎士が、フェルムの姿じゃなくて黒騎士の、そうなんですよ、甲冑で外の人なんです、グッズ化してるっていうそうなんですよ、ぜひ皆さん黒騎士もお迎えしてあげて、あー、はい、あー、坂田くんが小型恐竜になっちゃうよ手がね開かないんですよ、頑張れこちらが、つながる缶バッジでございます。缶バッジ持てないああ拾えないなんかね、縦に缶バッジがつなげられるので、あの、はい、自分のね、あの推し同士をつなげてもいいし、推しばっかりつなげてもいいしね。そうなんです、そういう風に使えるので。そして最後に、はい、万年カレンダーでございます何月でも使えちゃうねっていう感じので、ローズさんバージョンのと、うさとくんバージョンのがあります、いいですね、皆様ぜひぜひくじをね、引いてみてください。そしてですね、ブルーレイがですね、やっぱり13話一巻に全部入ってて全部見れちゃう、すごいね。そしてそれがですね、いよいよ今月末に発売されますのでね、皆様ぜひ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 お買い求めください、ということで、この告知コーナーもね、最後早く終わろう。その他最新情報はアニメ公式サイト公式 X をチェックしてくださいね。一番長かったかもそうだよ、だってこれからだって DVD とかね、いろいろグッズとかも出ていくわけだから。そうなんです、そうだよ、大変だよね。いやお疲れ様、そんな大変、すごいね、お前すごい汗かいてるよ。でもいいかも、めっちゃカロリー消費したかも、うんうん、もうこれでね、さっき食べたつけ麺の分はもうチャラですよ確かに、そうかも、いいじゃないですか、健康になれたね。健康になりました。いやでもこれどうなの、ねえねえねえ、ちょっとさ、私も片っぽね、片っぽだけ、マジつける位置がやばかったです。あ、じゃあ両方つけないと、両方つけないと、あ、じゃあ片っぽさ、両方やるか両方やるか、ちょっとやってみよう。いや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 、もうこれマジで、でも相沢さんはなんか2くらいでヒーって言ってましたね。マジ？いきますよ。うん。ちょっとやってみて。2。ああ無理かも。2です。無理だもん。これ1です今。これの6やってたの？6やってます。やばくない？
あ、そりゃ小型恐竜に聞いてます。そうなんです、いろんななんか揉み方みたいなのがあって、はあ、今さするなんですけど、あー、さすられてる、これが叩く、あ、お、そう、あ、面白い、面白い、筋肉が勝手に勝手に動いちゃうね、え、すごい、これが揉む、わあ、人間の体って、あー、これダメだこれダメかもしれねー、あ、今1だ1でもダメだった、あ、取れちゃった、あ、大丈夫だ、壊れてなかったということで、あ、すっげー大変だったね、ゆうきさんにも今癒しを体験していただいて、あ、そう、癒されました、はい、ということで、大変ね、最終回まで本当に癒されました以上、自由告知でした。始まりは音もなく突然で、目に映る景色すべてが変わってゆく。お送りしてきました自由ラジオの間違った使い方、そろそろお別れのお時間です、うん、ということで、ゆきさん、自由ラジオ最終回でしたけれども、はい、いかがでしたか、いや、すごいことやってんねいや、やっぱでもやっぱ訓練に訓練を重ねてるから、はい、6でも耐えられるんだね、そうですね、すごいね、ちょっとフェルム2で無理でしたフェルム2でブルルルルルなってたよ、すごい、きっとね、あの、またじゃあ次回多分いつか、またラジオやってきていただいた時はもっといけてるかもしれない、あ、マジでもう一回やんなきゃダメかすごいな、いや、すごい、やっぱね、パイセンの根性見せてもらいました、そんなすごいすごいっすね、やっぱり、そう、青鬼のね、そう、入る順だけで見るとっていうあの下りが間違いないっす、いやいやいや、間違いなくパイセンっす、僕からするとゆうきさんも大先輩なんで、いやいやいや、パイセン、パイセン、やっぱすごいっす、やっぱ6耐えられる、すごいっす、自分6イケメンいや、やっぱすごいっす、6先輩と次事務所で会った時とかに、あ、6先輩マネージャーさんがふってね、いや、煽りみたいになっちゃう楽しかったです、ありがとうございます、はい、さらにこの番組ですが、温泉プレミアムで限定のおまけパートを聞くことができます、皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけパートもチェックしてくれたら嬉しいです、よろしくお願いします、おまけパートもゆうきさんにお付き合いいただきます、はい、それでは最後に、これまでちゅうラジオを聞いてくれた皆さんにメッセージを、まずはゆうきさんから、はい、今日はね、自由魔法のラジが使い方、そしてね、フェルムのことについていろいろお話できて、そしてね、このちゅうラジのね、この楽しい空気も、感じることができて、とっても楽しかったです、あと、なんだっけ、あのラジオの調査団じゃなくて救命団員募集、救命団員失礼しました、電気でやられちゃった救命団のね、皆さんもね、無事16名、うん、確かに募集しきったということで、それも本当に皆さんおめでとうございました、ありがとうございます、この先もね、本作をよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます最後は僕から、はい、ということで、チューラジオの間違った使い方15回やってきましたけれども、おー、大変だったね、いやー、まあ、毎回これはあんの、毎回です、告知はもう告知なので、グッじゃないのよいやー、でももう、そう、七瀬さん4回来ていただいたりとか、もういろんな方がもう来ていただいて、なんて言うんでしょう、まあ、結構人見知りな部分が僕あるんですけど、そうなんだ、そうなんです、こうやってあのお仕事を通していっぱい喋らせていただいて、うん、作品のこともその役こうやって演じてたんだみたいなこともいっぱい知れて、すごく楽しかったですし、うん、なんか中魔法の間違った使い方をなんかさらになんか好きになれた気がします、あのリスナーの皆さんもそうで あれたら嬉しいなと、思います、うん、本当にありがとうございました、この先も気になるところですが、またいつか、またいつかお会いできるように、頑張りたいと思います、よろしくお願いします、はい、というわけで、中ラジオの間違った使い方はここまで、お相手はうさと役坂田翔吾とゲストの黒騎士フェルム役結城葵でした、ありがとうございました、この番組は中魔法の間違った使い方制作委員会の提供でお送りしました。